次に金村龍奈君、はい、金村君、皆さんこんにちは、日本維新の会の金村龍奈です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、育児休業給付金について、質問させていただきます。私も3人子供がおりまして、都合3人で、育児休業を制度そのものはですね、2年半程度取得して、うん、妻がですね、でその上で給付金も1年と数ヶ月手元にありましたので、私自身その制度も妻のキャリアもそうですが、家計にとっても非常に制度としてありがたかったかなと、まあ、ほとんどの大半の今のお父さんやお母さんがこの育休制度の中で、子育てをスタートされている方が多いと思います。その中でですね、やはり改めて見るとこの雇用保険の中でいわゆるですね、保険制度の枠組みでこの制度を今後も継続していくのか、それとも子育て支援の観点からやはりしっかりと支援をしていくべきなのか、厚労省の中でどのような議論が今行われているのか、こういったところについてまずはお伺いさせていただきたいと思います。後藤厚生労働大臣。育児休業給付につきましては少子化社会対策大綱におきまして育児休業給付について中長期的な観点からその充実を含め他の子育て支援制度の在り方も合わせた制度の在り方を総合的に検討するとされていることや、現在の保険料率で令和7年度以降安定運営が可能な見通しとなっていないこと等を踏まえまして、今般の法律において令和6年度までをめどに育児休業給付及びその財源の在り方について検討を行う旨の規定を置いております。また労働政策審議会の報告書におきましても育児休業給付の在り方については他の関係諸施策の動向等も勘案しつつ令和4年度から検討を開始し令和6年度までをめどに進めていくべきとされております。まあ、こうした議論を踏まえつつ厚生労働省としては子育て支援施策を担当する関係省庁とも連携しながら他の子育て支援制度の在り方も合わせた総合的な検討の中で行ってまいりたいと思っております。金村龍奈君。ありがとうございます。令和7年度からどのようになるのか、まあ、ここは非常にポイントになると思います。少なくともですね、今の働くお父さんやお母さんにとっては、まあ、キャリアの観点からも、そして家計の観点からもこの制度を前提とした家庭を築いている方もたくさんいらっしゃると思いますので、しっかりとしたなんていう裏付けを持って、厚労省の中でも議論していただきたいと思いますし、またやはりですね、私はその子を持つ親として子育て支援に軸足を置いたいわゆる育児休業制度、そして育児休業給付金制度が必要だと考えています。そんな中ですね、私自身の出来事を踏まえて、この育児休業制度を少し提案させていただきたいんですけど、いわゆる子ども一番下の子ですが3歳になったときにその障害があることが分かったんですね。でその段階で妻はもちろん復職してますから、当時私は企業経営しておりましたので少し柔軟な働き方を持って家族でいろんな考え方を持って子育てをさらにリスタートさせた記憶をしています。つまりですね、今の育休制度や育児休業給付金の在り方だと当然その枠外に漏れ年齢としてですね、漏れてしまうときっていうのがあるんですね。でその時に短期でももし育休制度が使えたり育児休業給付金が少しでも支給されたりするとですね、まあ、家族として話し合う場を持ったりその子どもの環境が適切な方向性に進むというそういうきっかけになると思うんですね。なので今のまあ1歳までそして最長2歳までという制度そのものを例えば柔軟に取得できる、まあ、僕は総量規制みたいな表現をするんですけれども総量で使ってない人に対しては少し余分にですね年齢が上限が超えた後でも取得できるようなそういう柔軟な議論というのは今なされているのかどうかお伺いさせていただけますか。山田雇用環境均等局長。お答えいたします。育児休業は先生今ご説明いただいたとおり原則1歳までとしていると その理由はその時期が、まあ、この養育に最も手厚い手当を必要としているからであります。
ただ、保育所とに入れない場合等に限って、最長 2歳までの延長可能としております。でご提案のあった2歳を超えた後の育児休業については、2つ、踏まえるべき点があると思っておりまして、1つは、取得可能期間の延長が、女性に育児の偏っている現状に鑑みると、女性の職場復帰に影響して、女性活躍に逆行することにならないかという観点。それから仮に取得可能期間を1年間としつつ、取得可能年齢を2歳以降に拡大する場合、現行制度では保育所に入れない場合等は、1人で最大2年間取得できる、そういったものとの関係をどう考えるかといった点を踏まえる必要があって、慎重な検討が必要だと考えております。ただ、一般的に2歳を超えたお子さんであっても、子どもの介護ですとか、介護が必要な場合については、要件を満たせば、介護休業やこの看護休暇、介護休暇といった両立制度の利用が可能となっております。なおか、介護休暇、介護休業というものについては、どちらかというとその言葉からすると、お年寄りをイメージされますけれども、長期にわたって、そういったこと、介護が必要な方に対しては、お子さんであっても、対応できる仕組みになっております。委員長、金村龍奈君。ありがとうございます。妻ともですね、そういう話したんですね、当時。ですけれども、やはりその会社の中でなかなかこう言い出しにくい、つまり育休は取得しやすいんですけど、今や当たり前なので、ただ介護とかですね、そういう表現をすると、なかなか会社の中で気まずいっていうのが妻の声だったんですね。だからそれだけ育休は、つまり子育てをスタートさせるお父さんお母さんにとっては非常に当たり前化しているもので、少し表現が変わると会社の中で違和感を持たれる、日本人の特徴的な話なのかもしれませんが、育休そのものを少し柔軟にするだけで、僕は選択肢がそのお父さんお母さんに与えられると思うと、少し議論をしてもいいのかなと考えています。続いてですね、職業安定法、いわゆるその求人サイトの法規制についてですが、これ私実はすごいしっかりやってほしいなっていう体験もありまして、求人サイト、古い求人サイトを見てですね、賃金設定や働き方を見て実際に応募してきて、よく面接を私してたんですね。するとですね、例えば賃金が 高い方を設定してて、実際に働いてもらうときに安い設定になる場合があるんですね、古い求人だと。でそうするとですね、働く瞬間からもはやモチベーションが上がっていないと。むしろ僕らは雇う側ですね、雇用者側は何も表現してないのに、すでになんか単価を下げたような雰囲気がしてしまう。なのでこの法規制をですね、しっかりと、届け出だと思いますがしていただくことで、雇用者側が労働者としっかりと、スタートラインを手をいつにしてですね、やっていけるようにしていただきたいなと思います。その中でですね、いわゆる求職者に対してこの法規制もそうですが、しっかりとサポートしていくことによって、成長産業に対する労働力の移転、ここがこれからの日本にとっては非常に重要になってくると考えています。そんな中ですね、今の厚労省のこの成長産業に対する労働力の移転、また求職者に対するどういうサポートが行き届いているのか、改めてお伺いしたいと思います。田中職業安定局長。厚労省では離職された方が早期に再就職できるように雇用のセーフティーネットを整備しております。具体的には労働者が離職した場合には、雇用保険制度における失業した場合の基本手当や職業訓練を受講される場合のその期間中の延長給付の支給、それから雇用保険の給付を受けられない方に無料の職業訓練と月10万円を支給する求職者支援制度のほか、ハローワークにおいて個々の求職者の状況に応じたきめ細かな就職支援を実施しております。さらに今般、人への投資を抜本的に強化するため、3年間で4000億円の予算を大胆に投入する施策パッケージを創設し、成長分野の労働移動の円滑化や人材育成を強力に推進することとしております。金村龍奈君。ありがとうございます。今の支援のあり方って、働き手にとって、例えばその働く環境にとってしっかりと能力を発揮できるようにする、または手に職を変えるとか、そういった支援が私は大半だと思ってまして、そもそもの雇用のあり方を少し、種類を作っていくことの方が実は働き手にとってはいいんじゃないかと私は考えています。つまりですね、働きづらさを感じている人だったり、
それから働くことに困難を感じている人たちが今のような支援を受けたとしても実際に能力を発揮する場所やその発揮させてもらえるような雇用環境に実はないと考えています。例えば日本であれば障害者手帳を取得して雇用、これ法律で法定雇用率 2.3% と決まっていると思いますけれども、例えばその手帳を取得していない発達障害の人たちだったり、先ほど申し上げた働くことに困難を感じている人たち、こういう人たちに対する雇用の在り方、まあ、雇用の支援というのは今度どのようにお考えかお聞きさせてください。後藤厚生労働大臣。共生社会の実現に向けて障害者一人一人がその障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮して活躍できる環境整備を進めることが重要と考えます。政府としては障害者手帳の有無に限らず、障害者や事業主に対してハローワークなどの就労支援機関における専門的な支援や、事業主に対して障害者の職場定着等を図るための取り組みに関する支援等を通じてその雇用の促進を図っているところでございます。引き続き障害者の雇用の促進に向けまして必要ある支援を積極的に実施してまいります。金村龍奈君。ありがとうございます。私ですね、今いろんなところで声を上げてるんですが、実はインクルーシブ雇用っていうのを考えてはどうかなと思ってます。つまりこれ何かっていうとですね、いわゆる一般的に雇用というと、まあ、同じような能力を発揮できるように、まあ、環境を設定してやっていくんですけれども、ただ人によってはですね、特定の働き方しかできなかったり、障害はないけど働きづらさや困難を抱えている、まあ、こういう人たちに柔軟な雇用を提供することによって細くとも長く雇用をしっかりと継続させていく。でそのいわゆるインクルーシブな雇用を継続してきた企業に対して、まあ、何らかのインセンティブを提供していくと、まあ、今の障害者就労の現場もそういった制度の枠組みだと思いますので、このインクルーシブ雇用を日本全体に広げていくことによって相対的に雇用を通した豊かな日本をですね、しっかりと作っていくことが私は求められるんじゃないかなと思います。少し早いですが本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に田中圭